俺が俺にオンデマンドベスト公開に向けて着々に準備をし続けているめぐいだ。今日はこちら、この上の装置、ここに玉がいっぱいこう積み重ねてって積み重ねてって、猫が落ちたらこの蓋がピュッと開いて玉がプルルルルッと出る仕掛けを、まあ、今作ってるんだけど、ちょっとこの玉がね大量に入りすぎるんじゃないかっていうのと、あとこっちとこっちがねよく出ちゃう、よく出ちゃうから一応こんな風に、ここにここの赤いところにです、赤いところを塞いで真ん中だけ、まあ、こっちの真ん中だけから出るようにするということで3つの改良を加えたいと思う、蓋が開いたら玉が転がり出るようにする、そして玉を中心からだけ、出すようにする、玉が、入りすぎるので、狭くするっていう3つをやっていきたいと思う。その設計図がこちらです、はい、この4枚の図面で次の装置を作ります。マジで。最後のセンター坂を設置しました。なのでこういうことが起きてます。はい、はい、はい、中心に行って落ちる、はい、ここも中心に行って落ちる。グレイト、できたね、これちゃんとできたでしょ。というわけでこの設計図がどんどん積み重ねてって今があります。マジで。